皆さんこんにちは、さゆさ心です。今日はリンゴルカメラがヤマハのイベントに密着取材してます。さゆさ心の仕事とは、ゴルフの仕事とはどんなことをしているのかっていうので、まあ今ね、メイクさんにねメイクをしてもらって、はい、打ち合わせをしながら、はい、何を喋って、どういう風に喋ったらみんなに伝わるのかなっていうのをやっています。じゃあ早速ね、準備もできたんでイベントに行きたいと思います。マイクとかって手持ちですか？ヘッドセットが。ヘッドセットが。あ、了解です。ヘッドセットある。クイナットじゃん。準備できた。固定していただいた方が動かないかなみたいなところがあるんですけど、ここにあると結構大変かも。当たってない方が、いい、やりやすい。さゆさ心さんの登場です。早速なんですが、私が家でやってる自宅の練習風景っていうのを今日はここでやってほしいということだったのでやりたいと思います。スイング改造をするようになって、それで家でも少しできることを探して、最近ようやくしっくりくる練習方法が見つかったので、そこを紹介していきたいと思います。家で使うのはもうボールじゃありません。もうこういうクッションで、ゴルフボールをなぜ使わないかと言いますと、レッスンで頭を使えと先生に言われて、ボールじゃなくてこういう大きくて柔らかいものを人間が打とうと思うとどういう現象になるかっていうのをやってます。小さくて硬いものを打とうと思うんで打ちに行こうとしたり、女の子が良くなるのはこういう引ける、まず腰が引けるとか、足が打ちに行こうとして前に出る。メンタルというか、その脳の意識を変えた方が私はいいと思ってます。最近はこういうものを打とうと思うと、こう勝手にこういうインパクト、プロとかってよくこうビハインドザボールとかあると思うんですけど、こういうインパクトが勝手にできます。今多分振った後に当たり負けしちゃってたら手首がこうしたようになっちゃってるんですよ。もうここでボムっていう、もうでイメージは左で一本、あ、今の方がいいです、今の方がいいです。左で一本で、あ、いい感じです。うん、自分がいかにこのクッションに力を与える、いい音が聞きますね。クッション、あ、いいですね、すごいすごい綺麗にできてますね。はい、次はあの壁を使ってやります。壁にお尻をつけたままスイングって、じゃあ一緒にやってもらうとできますか？後ろに障子があったら穴あ開きまくると思いません？自分のスイングしようと思った時にもう、え、上がんないんだけど、これがあのオーバースイング、皆さんが良くなるオーバースイングとか、じゃあなどうやったら壁の前で全部スイングを終わらせられるのかなと思った時に、フィニッシュをここに持って、で、はい、構えます、で、上げます、回します、フィニッシュ、構えます、で、はい、はい、ここにフィニッシュを持とうとした時にどういう現象が起きるかっていうと、絶対手を回旋させないと、肘下をうまくこう回旋させないとクラブってそれで回らないと思うんですよね。そうです、肘下をくる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 、こうくる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 回転させるとなりますよね。そうするとここにフィニッシュ取れると思うんですね。で、上げます、くるんくるん、そう、これでボールが当たらないって思うじゃないですか。めっちゃ当たります。これアーノルド・バーマーのドリルっていうので、こうやって回してれば絶対後ろって穴開かないですよ。
あ、そう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 。でも女性って、女性ってっていうのもあれなんですけど、皆さん、なんかこういうスイングの人よくいますね。こう手をうまく返せない、手をうまく返せない、なんかこういう感じとか、逆にもう肘が引けちゃってこうとか、こういうスイングが多いんですけど、それはみんな肘の下がこうやって回らないですよ、スイングの中で。でこれでこの肘下の回旋運動がすごく綺麗になるので、トップ上げます、回します、こうこうやってスイングしないためには絶対この肘から下の関節を綺麗に回すために練習。あの私があの森森ひろさんに習ってるレッスンで、家でできることなんかないかなって言って、もうこの2つずっとやってて、ずっとやってれば分かるって言われたんで、今この2つを一生懸命やります。なので皆さんもなかなかあのスイングに結びつくのに時間はかかるんですが、必ずあの努力は報われるので、ぜひあの家でやってほしいと思います。すいません、言葉が難しくて伝えることがわからないので、ぜひやってみてください。ありがとうございました、はい、はい、ということで、三枝心さんの自宅でできるゴルフ上達トレーニング前からでしたでしょうか。本日は三枝心さん、ありがとうございました。伝えるのがむずいね。ちょっとまた次の機会で、はい、ちょっと1回履ける。あ、難しかった。いやでもあのすごく伝わりますかね。すごい伝わった。ちょっとわかりやすかったよね。こっか時間が決まってるからね、足りなすぎてああちょっともう一回考えよう。もっと簡単な方がいいのかな。なんか伝えにくい、難しすぎて言ってることが、自分で説明してることが難しすぎて、感覚の部分だからだからそうなんだよね。まず根本的にゴルフってものの考え方を変えなきゃいけないっていう話から、ちょっと前置きが長すぎて難しい。初めてこういうなんかもっと飛ばすためにはとかをやってるけどね。なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。